はい、皆さんこんにちは、ワンダリガルビッシュです。では今回は冷凍の決断3バーブキット冷凍機械戦の続き、プレイをしていきたいと思います。前回まで、多少ご利用し無利用し危険を承知で、ビアクウェバクと攻略を進めてきています。ラバウルの、攻防戦も一旦、日本軍がラバウルを取り返すという形で決着をしています。ただアメリカ軍の艦隊ね、少なくとも空母艦隊が2つ、戦艦の艦隊が1つと、完全に太平洋艦隊が再建されてしまっている状態なので、引き続きね、特に最前線は危ないというのと、吸収される可能性のあるマニラとか、沖縄、台湾、シンガポール、こういう重要拠点もね、注意を払っておきたいというふうに思っています。では、続き始めていきましょう。今回の目標は、まずラーエとポートモレスビーですね。この2つの基地を攻略して、ニューギニアを完全に手中に収めたいというふうに思っています。このニューギニア方面での、制空権、制海権をね、完全に日本のものに帰すというのを目的としています。で、艦隊の方なんですが、第2艦隊、それと小沢さんの空母艦隊ですね。これは一度グアムに戻します。で、潜水艦隊の方も一度トラックに戻して修復。上枠からですね、ラインには陸戦隊を送り込んでいきたいと思っています。ただ、ライン守りが結構硬くてですね、今、ちょうど切れちゃってるので、情報収集のためにスパイをもう一度入れますが、航空隊が153。そのうち直縁が 50% ですね。で、守備隊が69という状況なので、まず守備隊を削ってから、陸戦隊をね、投入していきたいと思っています。で、陸戦隊を投入するにあたって敵の守備隊を削る、その主たる、手法なんですけども、航空隊、ビアクからですね、主に一式の陸攻で爆撃をかけて、月光、あとは冷戦、これで、護衛をしてですね、しっかり削っていきたいと思っています。で、今までちょっと分かりづらかったので、改造したものはですね、回っていう形で付けました。例えばこの月光であれば、月光回3としてまして、航続距離を3000まで伸ばしてます。改造した形ですね。で、一式の陸攻も航続距離を3500まで伸ばしてます。同じように、冷戦の52型ですね。これも、航続距離2100まで伸ばしてまして、改造したよっていうような分かるように、型式の名前を変更させていただいています。で、特に貝とかホニャララみたいについていないものはオリジナルのままですね。では、早速時間を進めていきます。今ね、待望の新しい艦隊を作るための船が、まだまだ3ヶ月、4ヶ月、後になってこないと上がってこない。特に空母に関しては一番早いものでも4ヶ月、もっとかな。一番早い空母でも6ヶ月後になるんで、空母が全然足りないという状態ですね。空母がないと、地理的に攻略が困難になってくるのが、このミッドウェーであり、ハワイなんですよね。ジョンストンも含めてなんですけど、この3つの基地、プラスですね、このパルミラーもそうなんですけど、陸上機から攻撃をするにしても、航続距離がギリギリいっぱい足りるか足りないかっていうところで、どうしても空母による攻撃が必要になってくる。そのための空母がですね、全然足りていないっていう状態ですね。空母は今、1つの艦隊に集約してまして、それがこの第6航空艦隊。艦隊司令官が小沢さんになっています。ここに空母。随格がいて、正規空母はもう残り1隻シナノだけと、正規空母2隻体制になってですね、残りは軽空母になっているので、数がね、ちょっと足りていないというところです。少なくとも正規空母がね、3倍から4倍、6から8、できれば10隻ぐらい持ってないと、守りの固くなったミッドウェイ、ハワイ、ジョンストン、バルミラ、このあたりの攻略が難しいかなというふうに思っています。なので、当面の間はですね、このニューギニア方面で、しっかり陸上機で敵の基地を制圧してですね、その間に艦隊の再編を行いたいと思います。で、もちろんなんですが、アメリカ軍の艦隊のね、行方も常に探っておきたいので、アメリカ軍の艦隊の行方もね、スパイを送り込んで確認をしていきたいと思います。はい。ウェイヒーの方にですね、敵の艦隊、これ、ロストしていたアメリカ軍の航空艦隊、空母艦隊になりますけども、これが138機来てますね。これ一刻も早く、敵の艦隊を見つけないとまずいことになりますね。
ウェイキーも守備隊が一瞬にして壊滅したので、ウェイキーからですね、一度どうしよう、これ、航空隊撤収させた方が良さそうだな。見つけられないまま、吸収されて、このウェイキーの貴重な航空戦力を失うぐらいであれば、まあ、残念ですけど、ここは名誉ある撤退ということで、航空隊を引き上げましょう。もうその他で、ウェイキーは空襲されてしまって、石油ものにもあったものではないので、ウェイキーから航空隊は撤収、サイパンの方に集約しましょう。今ね、ウェイワークがもう激戦になってますね。ポートモレスビー、ライ、ガダルガナル、この辺りから敵の空襲を受けていって、守備隊を入れても入れても削られていくっていうね、この悪循環になっているので、まあ、ウェイワークは守りつつですね、やっぱり、ビアクから、ラエ、ポートモレスビー、この辺りの基地を空襲しないとダメですね。第4輸送艦隊が壊滅。これは見つかってしまったらね、もう仕方がないという艦隊だったので、もう諦めましょう。ウェイキーの方も一旦放棄してます。アメリカ軍の艦隊はウェイキーの方に全艦隊来てるでいいのかな？他、敵の艦隊が入っていないかどうかというのは、確認をしておきたいですよね。敵の艦隊がもし近場の基地でね、例えばですけど、ラエとかポートモレスビーとかに入っているようであれば、空襲して沈めておきたいっていうのもありますので、敵の艦隊のね、動向は常にアンテナを張り巡らしておきたいというふうに思います。もうすでにレイテ沖海戦でね、敵のアメリカ軍の太平洋艦隊を一時壊滅させて、まあ、少ないながらも日本軍の艦隊がね、この太平洋を誘惑する状態が続いてたんですけど、もうその時期は終わったと見て良さそうなので、これからはまたね、アメリカ軍の艦隊を迎撃するっていう、まあ、そういう動きになっていくと思っています。またこれでね、ウェイワークが逆に占領されてますね。そうするとビアクから、守備隊がほぼいない。このまま行くとどうだろう。ビアクも危ないかもしれないですね。とりあえず、ウェイワークを空襲しましょう。で、困ったことに、ビアクに全く、陸戦隊がいないっていう状態になってしまった。てるので、これ第10艦隊を使って送り届けましょう。ちょっと足が遅いので高速艦という感じにはならないですけど、もう一旦このまま陸戦隊を送ります。すべて。あと心配してるのが足りるかどうかだね。輸送船がね、輸送船も20隻ずつ作るようにしてるんですけど、それでも数が全然足りてないいい状態が続いているので、まあ、今はね、戦闘艦をもちろん優先してるんですけど、輸送船の数も足りてないよっていう認識は持っておいた方が良さそうですね。では、この第10艦隊、もう空母はいない艦隊ですね。空母はすべて第6艦隊の方に引き抜かれてますので、空母がいないんですが、これを一旦ビアクに入れます。で、守備隊、陸戦隊をね、下ろしたいと思います。まあ一筋縄ではいかないよな、この上枠に関しても。ちなみに国力ですね、現在の国力ですけど、日本軍今見てもらってますね、国力っていう意味では国民生産力、これが99、国民士気が99ですね。国家予算であるんですけど、鉄がねもうあんまり残っていないっていう状態です。なので、ここは、まあ、アルミを使って新型機、航空機を作っていこうという段取りにしています。で、技術力はね、ご覧のようにアメリカ軍に対して特に情報なんかでは遅れを取っているという状態です。では、そのアメリカなんですけども、国民生産力、まあ、日本の約倍ですね。ただアメリカ軍の方も石油物資の備蓄量は底をつきていて、予備隊もいない。お金はね、あるものの、鉄もある、お金もね、それほど余裕があるという状況ではないので、アメリカも苦しいはずなので、ここでアメリカ軍の艦隊を叩ければね、また日本が有利な状況になってくると思うので、ここはしっかり
そういう意味ではですね、アメリカ軍の艦隊の索敵をしっかり行っていきましょう。ではまた時間を進めていきます。ウェイキーが占領されました。でウェイキーの次狙われる可能性の高いマーカスなんですけど、マーカスはですね、もうそもそも、飛行場がない状態なので、もうここはですね、守備隊も下げて物資も落として、まあ、玉砕覚悟という中での戦いにね、ちょっとしてもらうしかないかなと思っています。その分マーカスが陥落したらですね、硫黄島、サイパン、グアム、トラック、ここで食い止めるという作戦に変更していきましょう。上枠もね、取り返せないでいるので、まあ、ラバウルも再び陥落する恐れがあるということで、まあ、少しね、厳しい戦いが続いているかなと思うんですが、ビアクにその偵察隊が上枠で敵の艦隊を発見してるな。これは空爆したいな。今この上枠に寄ろうとしているこの敵の艦隊を叩けるのはビアクの基地航空隊だけなので、ビアクの基地航空隊でこの艦隊詳細不明ですが撃破しておきたいですね。艦隊の行方をロストする前、ロストした、ロストする前に撃破したかったな。ビアク基地航空隊が敵を仕留めるには敵の艦隊を見つけておかなきゃいけないんですけどね。まずいことにビアクに今守備隊がほとんどいない状態なので、これ急いで入れたいんだけどな。ここね、マックス99とかやってもすぐ99になるわけではないので、クレイからね、第10艦隊を今ビアクに向かわせてますけど、もしロストした上枠付近に展開していた敵の艦隊がビアクを目指しているとしたら、ビアクが陥落する恐れがありますね。お、敵の艦隊発見したな。これよ、これをちょっと空爆して仕留めたいですね。場合によってはグアムに入っている第6艦隊出撃させてもいいな。航空機の数をちょっと補充しておきましょう、その時のために。で、いつでもね、出撃できる体制を整えておきましょう。重点的に補充するのはもう正規空母ですね。正規空母中心に補充をしておきます。で、この第6艦隊を出撃させて敵の艦隊を仕留めましょう。では、敵の艦隊をね、空爆できるチャンス来ました。具体的には先ほど見つけていた、この艦隊ですね、上枠付近にいた艦隊がおそらくトラックなのか、ラバウルなのか、あるいはグアム、サイパンなのか、もしくは、自分たちの基地に戻るとか、詳細不明なんですが、この艦隊叩いておきましょう。全機出撃させます。航空隊の数は4つに分けましょう。25機編成の4チームに分けて出撃させていきます。できれば撃沈したいですね、敵の空母。では進めていきます。敵の艦隊、これ潜水艦隊のみでしたね。残念だな。敵のね、艦隊を潰せる絶好の号機と思ったんですけど、残念ながらこれはもう敵の潜水艦隊でした。なので注意しなきゃいけないのが、ウェイキーに入った敵の艦隊ですね。これが次どこ向かっているのかっていうのをね、注意深く確認をしておきたいんですが、ロストしてます。で、少し困ってまして、今、ビアークの基地航空隊がラへギリギリ届かないんですね。なので、ビアークの基地航空隊でラへを攻撃するという作戦は、事実上、実質不可能だと。で、ラバウルは常に敵の空襲にさらされてます。ガダルカナル、ポートモレスビー、ライ。で、同じく上枠はですね、今、取り返すために作戦を行ってるんですけど、上枠を取ったとしても、上枠に対してライ、ポートモレスビー、ガダルカナルから、敵のね、基地航空隊が攻撃を仕掛けてくるので、上枠に基地航空隊を編成する時間を稼ぐ暇がない。で、それはラバウルも同じです。
ラバウルも常に敵の空襲を受けて、ウェワクも取り返したとしても敵の空襲を常に受けます。となると、ラエを攻略する方法が、やっぱり空母を投入するしかないっていう状態になるんですけど、そうなると空母をラエ、ポートモレスビ、ガダルガナル、この3つの飛行場からの攻撃に、まあ、晒される。そういうリスクを伴う作戦になるので、なかなかね、よっしゃ行こうっていう風になれないんですよね。今、マニラの、グアムの方に第2艦隊と第6艦隊入れてるんですけど、これ動員してもし撃沈されてしまった場合ですね、敵の艦隊ロストしてるんですけど、少なくとも第1航空艦隊ウェイキーを攻略した敵の艦隊の行方が分かっていないので、これがもし、チョーク、東京、クレを狙ってきた場合、阻止する艦隊すらなくなってしまうっていう状態になるので、この艦隊をね、投入して、この、上はクラエ、ポートモレスビ、ガダルカナルをね、攻略するほどの重要性が今あるのかって考えると、ちょっと今じゃないのかなというふうに思ってます。なので、やっぱりここは空母が、まあ、あと半年近くかかるんですけど、半年近くの間はですね、この膠着状態を維持することに専念した方がいいのかなと、いうふうにも思っています。なので、ちょっと皆さんのご意見とかもね、あれば、ぜひ、Twitter もしくは動画のコメント欄までお寄せいただきたいなというふうに思っています。まあ、ただ、上枠まではね、一応ね、取り返せるようであれば取り返したいので、輸送船から陸戦隊を下ろしておきましょう。これで、上枠を一度、取り返すと。で、第10艦隊はしばらくの間は、そうだな、この、今やってるような動き、まあ、輸送艦隊みたいな動きをしてもらうしかないのかな。足が27だと決して速くはないんですけど、むちゃくちゃ遅いというわけでもなく、今、割と、石油には余裕があるので、まあ、多少無駄にはなるかもしれませんが、艦隊、第10艦隊からですね、駆逐艦だけ引き抜いて、駆逐艦4隻で4船体で、輸送船を満載した高速輸送艦隊を編成して、ビアクとクレの間をピストン輸送させていきたいと思います。なので一度この艦隊はクレに戻して再編します。もうこの上枠を取っても維持するのが難しい状態なんですよね。ラエに敵の陸戦隊が今どれくらい入ってんだろう ?44 か。となると、まあ、一つの作戦としては、まあ、このラエの守備隊を、まあ、結果上枠を攻略するために使わせて、ラエの陸戦隊の数を減らす。それで上枠とラエと連続で攻略するっていう作戦はありかもしれないですね。まあ、その場合今度ラエを防衛するのに、フォートモレスビーの陸戦隊をどうするのかっていう問題が出てくるので、まあしばらくね、このニューギニアでアメリカ軍と激戦を繰り広げることになりそうです。ではまた時間を進めていきます。はい、ここでですね、ビルマとフランス領インドシナが降伏したことによって、お金と鉄と守備隊が一気に増えました。特に鉄が増えたのが嬉しいですね。で、お金も増えて、まあ、アルミはもともと余裕があったので、まあ、さらに余裕ができたという状態です。なので、まず輸送船のね、配備を進めるのと、あと陸戦隊をね、しっかり、ビアクに送り届けるという、まあ、従来通りの任務も行っていきます。で、船ですね。空母をさらに2隻、この後、昇格型、7番艦、8番艦を建造して、その随伴艦もね、作っていきたいと。いうふうに思っています。ちょっと Google が反応してしまったので、一旦今回はね、ここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか?ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。